はい、皆さんこんにちは。レック再生講師の宮崎慎吾です。ここでは週50時間の低確例というタイトルで、15分前後お話をしたいと思います。はい、タイトル週50時間のってことですけども、処分可能な時間、勉強のために、可処分時間週50時間ということになります。で、ぜひね、可処分時間による計画例の総論、そういったものは見てもらいたいということでありますね。で、それとこの50時間というところで特にちょっとその点付け加えておきたいことがあります。週50時間も取れるってことはですね、これはいわゆる自由人だよってことを総論のところでお話をしております。勤労者でも学生でも高校生でもないという自由人だよという話をしております。ただその自由人の中にはですね、進学内定後の3学期の高校生も含むよという話なんかもしておきました。だから週50時間のところではね、そういった進学内定後の3学期の高校生の方も意識した話を折々混ぜていきますんでね。だから自分としては週50時間1、2年、3年ずっとそんなことではないと。だけどもあるかなりの期間ですね、春休みも含めればですね、半年ぐらいになります。そういった期間自分は自由人だという進学内定後の3学期の高校生という方もいらっしゃると思うわけでね、そういう方はぜひこの週50時間という例もですね、んなこと言ったって1年中週50時間ないよと思わずにですね、ちょっと試みに視聴なさってもらいたいということですね。それからもう一つはですね、各それぞれのこのシリーズの中でですね、週何時間の計画例というシリーズの中でも話しておきましたように、ちょっと40はできるんだけど50はね、でも頑張れば50もねとかね、そういった完全な自由人と言えないけれどもですね、同じ有職者でもですね、自営業であってですね、かなり蓄えもあるしね、蓄えはかなりつかないとしても蓄えもあるし、かなり仕事のために費やす時間を自分で意図的に減らせるとかね、そういったいわば自由人に準ずる方ね、そういう方もいらっしゃると思うんですよ。そうすると週40なのか50なのか迷うと、そういう方は40も50も主張なさってると思うんです。で、何時間の計画例という、これを複数主張なさってる方にとってはですね、かなりダブル話が出てくるから、その辺は要領よくですね、緩急を入れながら主張なさってねということでありますね。はい、以上の注意事項、それを前提にしてですね、早速次のスライドから見て説明していきましょう。はい、必要時間 A 型、すなわち講座中心の学習をすると、そういう勉強方法、そういう人にとってですね、9月に受験受講を開始、9月に受講を開始と、例えば2017年の9月に受講を開始と、2016年の9月に受講開始ということであれば、2016年の11月にですね、入門期終了しちゃうんですね、ということであります。で、そんな講座のカリキュラム例っていうのがパンフレットにないぞというふうに思うかもしれませんけど、ありません。だけども私のですね、スピードフリー、事前収録でスピードフリー、名前通り、そういうことであればですね、9月に受講を開始してですね、週50時間の勉強が取れるよということならば、ちゃんと並行受講もせずにですね、順番に科目ずつずっと終わっていって11月には終了するということになります。はい、で、一つは12月からもう担当式の勉強に入ろうというのも一つの選択肢だと思っています。ただそれではですね、担当式には合格できても論文はただ問題文の前に座っていてですね、やっぱできないなってことをですね、何時間も経験して終わってくるという感じになってしまう場合が多いんでね、ちょっとってことになると思います。従いましてですね、やはり勉強は先に論文勉強に入る方がいいと、そういうふうに思いますと。で、せっかく先に勉強に入るならばということで、しかも週50時間も勉強できるから、たった3ヶ月で入門期は終われるんだからってことであるならば、担当式問題集の読習ですね、
これをまあ同時に先にやってしまった方がいいだろうと思うんですね。まあちなみにまた、入門のパンフレットとの関係になりますけれども、まあ、入門パンフレットの中にはですね、入門プラスアルファとそれから担当式のための講座ってものがですね、入門期のところに入っていると思うんですね。でまあそれもパックの中に入れちまおうというのも一つの手なんですね。で私は、この丸時間の計画例という中でそういったものは入門期の受講の対象としては入れておりません。それは読書で済むことだというふうに私は思ってますからね。やろうと思えば読書で終わることだというふうに思ってますから。はい。まあそういったことなので、この担当式問題集の読書並行というところはですね、入門プラスアルファ及び担当式のためのもの、すなわちパンフレット上入門期にやる予定だとされている入門プラスアルファとそれから担当式対策。これももうパックなきゃ入れちゃうと。もちろんその方が合計としての受講料は安くなるんでね。そういった選択の仕方もありだよと思ってください。はい。そうそう、それが合計で2ヶ月弱分かかる。それっていうのは担当式問題集の読書並行です。そういったことでありますのでですね、まあ3、4、5、まあ約6ヶ月という形で読書並行しながら入門が終わるよという、まあ電卓叩きをすればいいだろうと思います。そうするとですね、2016年の9月からそういうような生活をしたとして、翌1月から中上級期に入ると。翌1月、すなわち2017年の1月ってことですね。で、そうではなくて、2017年の4月にですね、受講を開始したとしようということでありますね。そうすると6月に終了するんで、これはね、担当式問題集の読習とかね、あるいは入門プラスアルファとかそういったものも受講してって形でせっかくのですね、50時間を使うよりも早めにもう担当勉強に入っちゃった方がいいだろうと思うんですね。はい、まあ6月から当年度もののですね、中上級期に入ろうと。講座の受講っていうのはやはり入門用のもの、次は入門本体及び論文記録完成講座、次はその論文用のもの、この方がですね、まあ、一番力の付け加えとしては順当に力がついていきますんでね。なら6月から当年度ものの中上期と。だからこの6月っていうのは2017年の6月ってことになりますね。はい。まあ随分早いなと。いやそれはやっぱりさすが週50時間も勉強できるからですよ。でまあ50時間勉強できてね、しかも講座受講を中心で行こうと言ってるのにね、それなのにですね、50時間も勉強できるんだから、1年間入門期かけて、その間ですね、講座受講だけでは不安だから、基本書も全部読んでとかね、その基本書も全部読んでとかっていうのはやめた方がいいわけ。せっかく講座受講中心を勉強にして選んだんだから。そのことについてはですね、これはもうぜひ勉強法ガイダンスの方もちゃんと主張なさってもらいたいと思うの。時間があるって言ったってですね、だからやんなくていいことまでやってもいいんだって、ということじゃないんであってね、時間があるんだから早く受かるんだっていう、早い方にかけなきゃいけないわけでということは、ぜひね50時間も勉強できる人には口を酸っぱくして言っておきたいと思うわけですね。時間があるとあれもこれもどれもどれもって形でね、もういろんなところに手を出してという人がいるわけですけども、そんなことやっておりますとですね、30時間しか勉強取れない人よりも結局合格が遅れちゃうわけですよということは、まあ、口を酸っぱくして言っておきたいと思うわけですね。よくある失敗例です。時間のある人のね。はい。で、まあ、2016年の9月から始めても、2017年の4月から始めてもですね、2017年にはね、いずれにしても論文用の講座に進めるよということになります。はい。では、次の中上級期ってことですね。はい、翌1月からですね、論文式の対策、それを受講すると。これは2016年の9月に入門期を始めて、担当の読習も並行して終わっている人ってことになりますね。で、当年のものの追っかけがいいでしょう。次の5月まで待ってよ、などというものは待ち時間は無駄でありまして、結局やらなくていいことをその期間やりますから。はい。そうするとですね、5ヶ月弱で終わります。で、そうすると、プラス4ヶ月補強を、論文用の補強。
自分にとっての弱点の潰し、これがなおできますよということになります。で、5ヶ月弱で終わるんだから6月じゃないかと、そこから担当の次の講座を受けようとかね、これはですね、これは50時間じゃな、40時間勉強できる人の向けにも言った話なんだけれども、担当というのはですね、これはもう結局マークシートで知識ですからですね、2といえばか、聞かれたら答えるってですね、そういう感じにもう条件反射的になるほど神経尖らせなきゃいけないんでね、あんまりやってるとですね疲れちゃうんですよ。また2といえばかというためにですね、記憶が鮮明でなきゃいけないわけでね、やっぱあんま長いでやってるとですね忘れていくんですよ。ちょっともう一度覚え直しとかね、バカバカしいんですね。はい、そういったことで、まあいきなりって入るよりもプラス4ヶ月の論文補強をちゃんと通った方がいいんです。あとせいぜい10月から担当試験の直前期に入ろうということですね。まあ講座なんかもその頃からですね、翌年度の合格を狙ったですね、模擬試験なんかも始まったりします。しかし週50時間も勉強できますからね。だからこれ、まあ形式的に言えば12週で終わっちゃうんですね。形式的にはといったのはですね、講座はもっとゆっくり進んだりするわけで、まあプラス4ヶ月の補強が取れるわけですよ。3ヶ月で終わらせて4ヶ月で補強とかね、そういうふうに思わない方がいいですよ。補強しながらのですね、翌5月5月までと思えばよろしいということになります。ね、2017年の1月からの話でありますので、翌々5月っていうのは2018年の5月ということになります。で、まあ論文式の直前期もですね、これも時間がなお50時間もできるってことはあまりあるということになるわけですから、そこでまたですね、まあ6週間弱のプラス補強ができるんですね。はい、そういうふうになりますので、まあ、翌年のってことは2018年のってことですね。2018年のですね、絶対最終合格ってことですね。保証するなら落ちたら金遅れ、そういうふうにはならないわけですけどもですね、やはり絶対と言えるほどね、確度が非常に高まりますよということですね。2016年の9月に始めて2018年最終合格ということは口述発表、まあこれが10月の第1週あたりですから、なら最終的な結果が出るまでですね、2016年の9月から始めてですね、丸2年ということですね。はい、これはもうゼロから始めれば超短期合格に属しますが、それがしかも絶対がつくほどですよということです。何度も言います、50時間もできるからと言ってて、あれもやろうこれもやろうと広げれてると、絶対の度合いがどん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 落ちていきます。はい、まあ、同じく A タイプでってことでですね、6月から論文対策講座っていう場合ですね、これは結構あの論文対策講座の受講としては当たり好きになりますけれどもね、っていうのはだいたい当年度ものは5、6月開講が多いですからね。でこれ2017年の4月から始めて、なんと2017年の6月ですよね。だって50時間も勉強できるわけですからね、ということです。はい、でまあ担当式の直前期とかそういったものなど、そういったものもプラスしていかないといけないよということになっていきますのでですね、担当式についてはこれは11月から担当式の直前期に入っていきまして、そして4ヶ月弱の、あ、失礼しました、4ヶ月弱かかりましてですね、はい、プラス補強期間、プラス補強期間、これが約2ヶ月担当式絶対合格のための自分の弱点潰しのプラス補強期間を取れるよということになるわけだね。でまあそこまでやれば翌5月の担当式合格かなりの角度でしょうということになります。でまあ論文式の直前期を過ごしまして、まあこれが6週強ということになります。はい、ならこれまたですね、補強はできるでしょうってことになりますね。でも翌年の最終合格ってことですね。
2017年の4月にゼロから入門を学習を始めて、2018年のですね、その9月には最終合格ということだけども、まあ、せっかく半月ぐらい早く前に始めた人と同じじゃないかと思っちゃいけないわけで、半月前に始めてれば補強期間は結構取れるので、まあ、自分の弱点をもう本当にもう大丈夫というぐらいまで潰せるんで、まあ、絶対つけといたんですね。絶対つけておきました。で、2017年の4月からだと、まあ、50時間も勉強できるので合格は理論的にはできるでしょうと。ただちょっと論文なんかでは失敗するかもしれないよねっていうところはついたりしますね。はい、上の場合と比べてってことで、2016年の9月から始めた人はプラス4ヶ月補強っていうのが10月から担当式直前期に入るまで論文についてできるんですね。でちょっとそこまで手が回らないということになるので絶対はつけてませんよという微妙な違いです。よいでしょうか。はい、続きまして必要時間 B 型すなわち書面中心の場合ということですね。はい、で書面中心の場合には入り口で結構時間を食うわけでありますけども、それでも週50時間も勉強できますから、まあ、その入り口で知識的なものを理解しながら入力していくっていうだけについて言うならば約1年で終わっちまいますね。さすが50時間勉強できるからです。それから論文式過去問集とかですね、担当式問題集等々等々っていうのはですね、書物中心で勉強する人も答案練習や担当式の模擬試験、これは受けてきますからねということです。それに、まあ、単純に計算すると約9ヶ月ということですから、だから1年9ヶ月でですね、まあ、やらなきゃいけないことを一通り終わることができるんだろうと。さすが50時間も勉強できるからですね、ということです。はい。だからそうするとですね、計算上は、やるべきことをやるっていうだけじゃなくて、自分の弱点を補強しながらでもですね、まあ2、3年、ものすごく要領良ければ2年。そうじゃなくても3年という形でですね、まあ補強もしながらの余裕での合格可能ということになるんだけれども、点々点ですね。これはもう、この丸々時間の計画例っていう、まあシリーズガイダンスでいつも言っている通りでありましてですね、この書物中心の勉強法にはそもそも危険負担率が高いっていう要素があるんでと。危険負担というのは結局受からないとかですね。あるいは思ったより以上にかなり長く年月経っちゃうというやつですね。はい、なぜなのかってことはぜひ勉強法ガイダンスの方を視聴なさってくださいということになりますね。はい、まあ以上50時間取れるってことはですね、これはまあかなりの余裕で、あえて言えば自由人もしくは準自由人ということなのですけれども、まあ自分が退職しようかなとかね、そう思っておられる方も冒険主義的にですね、そんなにさほどの見通しもなく、こんなに勉強時間できるならば大丈夫だろうという感じじゃなくですね、きちんとですね、電卓叩いての退職と、自由人になると、2年間自由人になるとかですね、そういった参考にぜひなさってください。はい、それでは終わります。どうもお疲れ様でした。